どうもどうも、皆さんこんにちは。テックスタイルのテルです。さあ、本日の動画は最新の iOS18.1 の不具合情報ですね。今回この動画を通じて皆さんに原因と対処方法を解説していきたいなと思います。まあ、この iOS18 の不具合の相談というのは、まあ、いろんな相談が来ております。まあ、Wi-Fi であったりバッテリー、あとまあ通知問題、テザリングとかですね。いろんな相談が来ているんですけれども、まあ、その中でもですね、ちょっと多く相談があったものとしては、メールの受信、送信がアップデートした後に突然できなくなったという相談ですね。なので今回のこの動画では、アップデート後にですね、このメールの送受信ができなくなった原因と対処方法をね、解説していきたいなと思っておりますので、まあ、それに該当される方は最後まで動画をご覧ください。では、スタート。はい。ではですね、今回ね、この最新の iOS18 またはね、18.1 アップデートした後にですね、メールの送受信が行えないという問題に対して、まあ僕なりのね、こう対処方法をお話しするんですけれども、これは iOS18 に関わらず、何かしらこうメールの方でね、送信も受信もできない時の対処方法、改善方法になっておりますので、まあ、この辺は最後までね、動画を見ていただければ、おそらく改善できるんではないかなと思っておりますので、ぜひ参考にしてみてください。まずね、一つ目は確認をしてください。その確認というのは、何のメールが届いていないのかということです。例えば、ご自身の iPhone で一つしかメールのね、送受信のやり取りをしていない方もいれば、複数ね、こうアカウント登録されている方もいますよね。例えば Apple ID になっているような iCloud.com のアドレスが一つしか持っていない方。この方は、ここのアドレスさえ、ね、確認とね、原因と対処方法を取っていただければ、まあ、こう改善できるんではないかなと思います。ただ、この iCloud.com 以外に、例えばキャリアが発行しているようなもの、まあ、docomo.ne.jp とかね、au.com とかですね。要は、契約している携帯会社、キャリアは携帯会社の意味なので、携帯会社のメールが受信も送信もできないのか、要はどのアドレスがこう送信もね、受信もできないのかを確認してみてください。で、その中で一番重要なのは、例えばね、2つ iCloud.com と、例えば、まあ、au.com、2つのアドレスを持っていてて、iCloud だけが送信も受信もできないのか、それとも2つともできないのか、ここ一番重要になっております。例えば iCloud.com だけが送受信ができないのであれば、そこを追求していけばいいんですけれども、2つとも受信も送信もできないってなると、アドレス側の問題ではなくて、例えば電波の問題であったり、 Wi-Fi の問題であったりだとか、モバイル通信の問題であったりだとか、あとはそもそもこのメール設定の問題だったりだとか、そういったところをまあ追求していくことになります。まずはこのアドレスを確認していただいて、すべてのアドレスで送受信ができないのか、それとも特定のものだけができないのかを確認してみてください。その上で次は操作をしていただくんですけれども、例えば一番多いのはね、キャリアですね。au.com、ドコモ、ne.jp、そういったキャリアが発行しているようなメールが突如、送信も受信もできないってなってくると、まあ、ネットワークもちゃんとね、インターネットもつながっている、モバイル通信もつながっている、Wi-Fi もちゃんとつながっている、ちゃんとネットワークが確立されているっていうことを前提に対処方法をやってもらいたいんですが、一度ね、もし Wi-Fi でやってるんだったら Wi-Fi を切っていただいて、モバイル通信だけでやってみてください。ひょっとしたらね、Wi-Fi がダメな場合もありますので、例えばまあ、無料 Wi-Fi とかね、外でこう、電波を拾っているものがあったりすると、メールの送受信がね、うまくいかない可能性もありますので、そういったケースの場合は、一度 Wi-Fi オフにしていただいて、モバイル通信だけでメールの送受信ができるかどうか試してみてください。もしそれでもダメだった場合、これは契約しているキャリアのプロファイルというものが iPhone の中にはインストールされております。このプロファイルを一旦削除していただいて、再インストールですね。それを実行していただくことで、改善できるんではないかなと。まあ、これが一番ね、改善しましたという報告が一番多いものになっておりますので、もしキャリアのね、アドレスが送受信ができない場合は、最終的にはプロファイルの削除、そして再インストールを実行してみてください。そして次が iCloud.com ですね。まあ、おそらくこれは Apple ID になっているアドレスが、メインだと思うんですけれども、
この iCloud.com が突如ね、送信も受信もできない場合の対処方法。これは、まずは iCloud のストレージがしっかりと容量、空きがあるかどうかっていうのを確認してみてください。多くのね、相談者の方が、無料の5ギガ分で、使っていてて、その容量がもうパンパンになっていると。そういったユーザーの方は、この iCloud の容量がいっぱいになりすぎてしまって、iCloud メール自体が使えなくなっているっていうのがほとんどの原因です。まあ、それ以外で言うと、例えば Apple ID の方で何かしらエラーが発生している方、例えばアカウントロックであったりだとか、セキュリティの観点からロックされてしまっている方、こういった方もひょっとしたらね、この iCloud の一部のサービスが利用できない状況になっている可能性もありますので、まずは Apple ID に何かしらエラー、アカウントロックとかそういったものがかかっていないかどうか、まずこれを確認してください。そしてもう一度、この iCloud の容量がしっかりと空き容量があるかどうかを確認してください。当然ね、今話している内容っていうのは、モバイル通信であったり、Wi-Fi のネットワーク、これがまず前提として確立しているっていうことですね。まあ、何のネットワークには問題がないということを前提に話しておりますので、まあ、これはね、容量であったり、さっき言ったアカウントのエラー、こちら2つをね、確認していただければ、そこで改善できるんではないかなと思います。まあ、可能性としてはね、まあ、僕のところに相談に来ている、例えば10件、そういった相談があった場合は、約7件、8件ぐらいは、iCloud 容量がね、もういっぱいいっぱいになっていてて、そういったサービスが使えなくなっているっていうのが、まあ、ほとんどですので、そういった場合は、例えば写真データとかね、動画データとかですね、そういったまあもういらないかなと思うようなデータをちょっとねもう消していただいて容量空けていただくっていうことをやっていただければと。まあ費用がかかってもいいっていう方であればね、まあ無料の5ギガから50ギガにね、300円400円かな、ちょっと費用かかりますけれども、アップグレードしていただければまあすぐに改善できるのかなと思いますので、ちょっと最後ねもう一度言いますけれども、 iCloud の容量の確認と Apple ID のアカウントの確認を取ってみてください。これが2つ目。そして次が3つ目になるかな。3つ目はですね、フリーのアドレスですね。まあ、iPhone でね、例えば iCloud.com のアドレスも使っている、キャリアのアドレスも使っている、あとはまあ Yahoo とかね、Gmail とかね、まあ、最近ホットメール使ってる人いるのかな。まあそういったフリーのアドレスがまあ突如ね、受信も送信もできなくなったっていう方も相談に来たりします。まあこういった方はですね、まず iPhone 側の問題っていう可能性は非常に低いです。例えば、ネットワーク側、まあ、Wi-Fi であったり、モバイル通信、ここをまず確認してみてください。ただ、多くの方は、ネットワーク自体に何の問題もないという方が非常に多くありますので、まあ、初歩的なところの確認としては、まずネットワーク、ね、これはもう全てにおいてネットワークを先に確認してください。ここがまず確立した上で、次の対処方法としては、今現在 iPhone で設定されているフリー、例えばまあ Gmail だったら Gmail のアカウント追加のところにね、まあ、こう表示されていると思うんですが、ここで何かしらね、エラーが出ているか出ていないかっていうのを確認してください。例えば、まあ、パスワード入力してくださいとかね、そういった文言が出ている場合は、パスワードを入れていただいて、まあ、送受信ができるかどうかっていうのを確認をする。もしこれで何もエラーが出ていないにもかかわらず、メールの送受信ができないとなってくると、次は、このアカウント自体を一旦削除してください。削除していただいて、もう一度アカウント追加から、この Gmail のね、アドレスを入れていただいて、この Gmail のアドレスのパスワードを入力していただいて、Gmail、いわゆる Google 側と、まあ、いわゆる再認証ですね。再認証していただくことによって改善できる可能性が非常に高いのかなと思います。あとはそれでもですね、その操作をしたことによって、認証が次できないっていう方も中にはいらっしゃいます。そういった方は、認証のいわゆるアカウント追加のところにね、Yahoo とか Gmail とかね、こう、項目が出てくると思うんですけれども、そこの項目から選択するのではなくて、一番下のその他の項目、その他の項目からアカウント追加の操作をやってみてください。で、それをやったことによって改善できましたという報告も来ておりますので、このフリーのアドレスのアカウントを追加する際は、もともと表示されているところから再認証していただくのは一つ。もしそれで再認証ができない場合は、一番下のその他の項目からアドレスやパスワードを入力していただいて、まあ、こう認証していただく。まあ、Google 側に認証させるっていうやり方ですね。この2つのやり方をやっていただければ、まあ、ほとんど改善できるのかなと思います。ただ、それでもダメってなった場合は、
この Gmail というかね、まあ、これはメールアドレスですけれども、Google 側としてはアカウントになりますので、このアカウントに何かしら、まあ、エラーが出ているのか、何かしらこうセキュリティがかかっている可能性もありますので、そういった場合は Gmail、Google のアカウントページに飛んでいただいて、何かしらエラーが出ているかどうかというのを確認してみてください。ただ、まあそうですね、まあさっきと同じように、例えばこれと全く同じ相談がもし仮に10件もし来てたとしたら、ほぼ9割以上が、Gmail のアカウントの、再追加、まあ、削除して、まあ、再認証して改善できるんではないかなと思っておりますので、一度ね、その操作を試してみてください。フリーアドレスに関しては、こういう形でやってみてください。そして最後になります。独自ドメイン。まあ、普通にね、iPhone を使われている方であれば、まあ、iCloud のメール、キャリアのメール、まあ、中には Gmail とかね、まあ、この3つでね、事足りると思うんですけれども、一部のユーザーの方で行くと、例えばお仕事上ね、会社からまあこう発行されているといいますか、お仕事上で使われている会社の名前が入っているメールアドレスっていうのもあります。まあ、こういったものをね、全般的に独自ドメインと言います。まあ、この独自ドメインで、例えばキャリアのメールも Gmail もね、iCloud のメールもすべてうまくね、送受信できるんだけれども、突如 iOS 18にアップデートした後に、この会社のメールだけが送受信ができないっていう相談も、まあ、たまにあります。まあ、独自ドメインに関してはね、そんなに使われている方も、まあ、いらっしゃらないので、相談件数としてはね、まあ、そんなに多くはありませんが、ただね、独自ドメインでも、やっぱりね、iOS アップデート直後にメールの送受信ができない問題というのは非常に多くあります。まあ、これと合わせてね、テザリングの問題とかもあるんですが、ただ今回はね、メールの対処方法ということで、この会社から発行されているような、あとはね、まあ、会社じゃなくても、独自ドメインのメールの対処方法としては、今一度ね、アカウントページから情報がしっかり入力されているかどうかっていうのを確認してください。そして、例えばね、これはまあ全てのメールでもそうです。一旦自分宛に送るということですね。これはまあ iCloud もキャリアもフリーもね、全て同じなんですけれども、一旦自分宛にメールを送っていただいて、それで受信できるかどうかですね。それをすることによって、メールとしての機能が果たされているかどうかっていうのを確認するためです。もしそれで受信するってなってくると、これはメールとしての機能は果たせているんだけれども、何かしらある一定のユーザーにだけ届かないとかね、その方からだけが受信できないとか、また別の問題になりますので、まずは自分宛にメールを送ってみてください。で、その上で、この独自ドメインの場合、しっかりと iPhone に情報が入力されていることを前提に話を進めていきます。当然、モバイル通信、Wi-Fi のネットワークもちゃんと確立しているということが前提です。そうなってきますと、次は会社側で、当然ね、会社のホームページとか、その管理されている部署があると思うんですよね。で、その独自ドメインを管理している、まあ、コントロールパネル、ね、があるんですが、そこで何かしらパスワードの変更されているか、そこはちょっとね、会社にすぐ確認していただければなと思います。まあ、どういったところをね、こう、会社に確認してほしいっていうのがね、もしわからないっていう方がいらっしゃれば、まあ、僕の方でね、X の DM、LINE サポート、まあ、2つ窓口がありますので、そこからね、相談に来ていただければ、どういったところを確認してもらってくださいねっていうふうに、アドバイスすることはできますので、そういった方は、ぜひね、ちょっと相談、検討してみてください。はい。ではですね、今回ね、この最新の iOS18 アップデートした後にですね、メールの送受信ができない問題についての対処方法、僕なりに解説させていただきました。まあ、ただですね、このメールの不具合についての対処方法は、iOS のバージョンに限らずですね、やり方としてはね、確認方法であったりだとか、まあ、参考にしていただくポイントは同じですので、まあ、こういった動画ね、僕のチャンネルでは過去に今1本上がってるのかな、メールの不具合問題についての動画、多分あったと思いますので、一応ね、この動画下にね、この URL を貼っておきますので、まあ、その動画と合わせてね、今回の動画も見ていただければ、今後もしね、何かしら問題が発生した時に、ご自身でね、問題が、原因が分かって対処もできるようになるかと思いますので、ぜひ過去の動画も合わせてね、見ていただければなと思います。では本日の動画も最後まで見ていただいて、ありがとうございます。ではまた。